それでは X サーバーの登録の方法について話していきたいと思います。この X サーバーなんですけども、これそもそもなんで登録をするかっていうと、これから自分自身のブログっていうのを立ち上げてもらうんですね。で、そのために必要なのがこのレンタルサーバーっていうのが必要なんです。まあ、これにプラスドメインというものも必要になってくるんですけども、それはちょっとまた別の動画で話していこうと思います。で、自分のブログを立ち上げるためにこの X サーバーというのがいるんで、まあ、このレンタルサーバーですねがいるんで、これについて登録をしていってほしいと思います。で、他にもね、このレンタルサーバーっていっぱいあるんですよ。まあ、そのロリポップっていうものだったりとか、なんかまあ安いものいっぱいあるんですね。まあ、大体その月々300円とか500円とかっていうようなレンタルサーバーがまあいっぱいあるんですけども、まあ、その中でもいいのがこの X サーバーっていうものが一番いいです。まあ、月々大体1000円ぐらいなんですけども、この X サーバーがいいところっていうのは、まあ、そこまで高くないっていうところと、あとは結構機能がいいんですね。一番は、ここにも書いてある通り、結構早いんですよ。なんかブログとかだったらたまに画像の表示とかめちゃくちゃ遅かったりするんですけども、めちゃくちゃ早いんですよね、 X サーバーって。だからせっかく自分のブログとか、記事とかに来てくれた方にストレスをかけずに済むんですね。で、表示遅かったらもう閉じちゃうこともあるんで、お客さんが。なので実際この高速で文字とか画像を表示できるっていうのがすごい魅力的ですね。あとはここに書いてある通り、負荷、いっぱいアクセスが来た時の負荷の耐性もあるんで、だから X サーバーが結構いいです。で、他のなんか安いサーバーっていうのもあるんですけども、月々300円とか500円のやつあるんですけど、まあ、いっぱいアクセスが来たらもう表示されなくなっちゃったりしますし、あとはすごい遅かったりするんですよね、動作とか表示が。なのでこの X サーバーっていうのが一番おすすめです。で、登録の方法を話していこうと思うんですけども、実際に、この、まあ、最初無料お試しから始めることができるんで、まあ、このお申し込みはこちらとまず押してください。で、定期的になんかイベントみたいなものもやってるんで、まあ、今回はこの動画撮っている時は初期費用が半額ということで、まあ、ちょっとお得なキャンペーンを、まあ、ちょこちょこやってます。はい、それでこのお申し込みフォームというところで、まあ、基本的に初めて登録する方が多いと思うんで、この会員 ID 持ってないというところを押してください。で、実際に、いろいろとその入力するところは多いんですけども、まあ、これに従って、一個一個登録していってほしいと思います。で、このサーバー ID なんですけども、まあ、何でもいいです、基本的に。で、これはドメイン名というもので、一回入れたら変えることができないんですね。だけどこの後に、まあ、別の動画でドメインの取得っていうのがあって、そのドメインが基本的にブログのお名前になっていくんで、なんで基本的にこの xsrv.jp っていうこいつは使わないです。まあ、でもまあ最初これを使うために入れないといけないんで、まあ、何でもいいんですけども、まあ、基本的に自分の名前に、まあ、001とかというのを入れておくと、まあ、いいですね。はい、まあ、基本的にこれで申し込むこと可能です。はい、出てきました、よかったです。出てくるんで、まあ、何かしら名前を入れておいてください。で、プランは一番ちっちゃいので OK です。で、あとはメールアドレスと、登録区分、まあ、個人で OK です。あと、普通に名前と、郵便番号、住所、電話番号。まあ、これはまあ、どっちでもいいですけど、まあ、めんどくさい方は外していただいて OK です。はい。で、規約に同意するを押して、申し込みと押してください。はい。ということで、情報入力すると、入力内容の確認という画面に進んで、その後に SMS 認証というのがあるんで、それを、まあ、実際やっていってください。自分のね、電話番号のところに、ショートメッセージが送られてきて、そこにね、番号を書いてあるんで、その番号を入力したら、申し込み完了ということで、この画面まで行きます。で、実際に、このお客様情報入力の時に、入力したメールが、届くはずなので、それをね、ちょっと確認してください。これですね、
こういうメールが送られてきているはずなので、確認をしてほしいです。はい、申し込みの、まあ、会員 ID とメールアドレスと、で、はい、まあ、この情報が実際に、送られてきます。なので、ここまでいくと、X サーバーの登録が完了ということになります。まあ、一応見てみましょう。まあ、会員 ID をコピーしておきます。はい、会員 ID と、あとパスワード、メールに書いてある通り入れてもらって、ログインをしてください。はい、そうすると、実際に、X サーバーに入ることができるんで、まあ、もろもろね、設定することができます。はい、で、実際に、今回の動画はここまでにしようと思うんですけども、今のままだと10日経ったらこのせっかく作ったサーバーがなくなっちゃうので、これ登録したらすぐに、できるだけすぐに、料金の支払いっていうのをするようにしてください。はい、まあ、期限は、まあ、何ヶ月でもいいんですけども、できるだけね多い方がいいです。まあ、どうせもうずっと使っていくもんなんで、まあ、まず1年ぐらいでいいのかなと思います。で、支払い方法に関しても、なんかいろいろ選ぶことができるんで、ですね、まあクレジットカード、まあ基本的にクレジットカードがいいかなと思います。うん、まあ楽ですしね、まあコンビニ払いでもいいんですけども、まあなんでもいいです、うん。で、これ支払いが、今後、まあ、更新するときに支払いをしないといけないんですけども、その支払いちょっと遅れてしまうと、ブログにアクセスできないっていうことになっちゃって、最悪の場合、今まで作ってきたブログのデータ全部消えちゃうことになるんで、なので、更新するときは、気をつけてください。なので、クレジットカードにすると、自動更新で支払うことが可能なので、まあ、できるだけ自動更新でいいのかなと思います。はい。ということで、今回の、動画は以上としようと思います。で、別の動画で、自分の独自ドメインっていうものを取得する方法あるんで、それも合わせて見ていてください。で、他の動画で、実際この X サーバーを使って、どうやってワードプレスをインストールするのか、どうやってブログを作っていくのかについても話していこうと思うんで、そちらもぜひ見ていてください。ということで、今回動画以上にしようと思います。ありがとうございました。